ニトロ Vlog、 ご視聴ありがとうございます。ナレーターのりりです。さて今回ですが、アンバーニックさんがサマーセールを開催するそうなので急遽動画を編集してみました。開催期間は7月10日の16時から13日の16時まで、3日間の期間です。気になっていたゲーム機をお得に入手するチャンスです。この動画ではセール対象機種のご紹介と簡単な解説などしてみました。それでは確認しましょう。今回のセールで私の推奨は2機種。 RG353PS は Linux 専用モデルで、レトロゲーム用に最適な操作性のハードなのでおすすめです。あと RG405M は Android 機種ですが、かなり小型なのが特徴で、性能も良いし、メタルシェルの質感、デザインがかなり良いです。総合的にこのモデルが一押しです。円安の状況ではあるけど、価格もそれなりに安いし、この2機種は新製品なので、かなりおすすめですね。続いてはこちらの2機種。RG35WX は、最近ファームウェアが更新されて、公式とガーリック OS のデュアルブートが可能になったんです。価格も安いし、初代プレステまでなら十分な性能です。RG505 は PSP をメインで遊びたい人におすすめ。有機 EL 貴重で、ピクセルパーフェクト、価格も魅力的です。RG353 シリーズの人気モデル2機種。RG353M。これは、アンバーニックの小型メタルシェル完成型とも言えるデッキです。質感が高くて小型、操作性も良いので、2万円以下ならお得感があります。ただ、どちらかというと、コレクターズアイテムですかね。あと、縦型モデルが欲しいのであれば、RG353VS がおすすめ。他の縦型モデルより出来が良いし、満足度が一番高いんじゃないかな。横型なら 353PS、縦型なら 353VS を選んで間違いなさそうですね。RG ナノは、残念ながらセール対象になっていませんが、しっかりゲームができるミニチュアモデルが欲しいのであればこの2機種です。特に RG300X は操作性もバッチリだし、デザイン、質感、操作性が良いのでおすすめです。RG280V はどちらかというとコレクター向けですかね。可愛らしいデザインは所有する喜びが感じられます。棚に飾るだけでも楽しいし、私もお気に入りモデルです。他にも旧モデルがお安く放出されています。過去に悩んでいたけど結局買ってないのであれば、入手可能なうちにゲットした方が良いかもですね。皆さんは何か欲しいモデルありましたかね。今回はアンバーニックのサマーセールに関するお知らせを急遽編集しました。販売サイトのリンクは概要欄に記載してあります。気になる人はチェックしてみてください。そんな感じで今日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。暑い日が続きますが、体調には十分お気をつけください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。